韓国女優イソンビンが、現所属事務所ウェルメイド・エントと専属契約を結んだにもかかわらず、契約事項を履行していないとの理由から法的紛争に入っていることが分かった。イソンビン本人と事務所をよく知る関係者は21日午後、あの取材に応じ、イソンビンがドラマ、スケッチ以降、映画、OK。 マダム後に所属事務所と合意なく独自で出演を決定し、一方的に連絡を断ち切っていると明かした。また、私が知る限り、イソンビンはウェルメイドにいた時から共にしていたマネジャーを引き連れて、独断で活動しているとし、出演決定はもちろん、収益配分も事務所の合意なく、本人の意思で勝手に進めてきたと主張した。 この日、ホーム法人ピョンさんによると、ウェルメイド側は先頃イソンビンに契約違反行為を早急に是正することを求める内容証明を送付した。これを受け取ったイソンビンは14日以内に2018年9月以降、現在までの芸能活動及びこれに対する収益を会社に入金し、生産手続きを履行しなければならない。